私の推しは悪役レジオ2期決まってないかなという話をします。まあ、今回に関しては、まあ、ちょっと漫画版をベースにしながらネタバレについては、まあ、ちょっと容赦なしでやっていこうかなと思います。とりあえず一つだけ確定していることは、キャスティング的に綿推しのアニメは2クールやる算段は立ててそうだなと思いたいです。まあ、実際これ本当に外部の垂れ流しているので、まあ、実際のところどうなのか分かんないんですけど、まあ、そこら辺は、まあ、ちょっと、まあ、再生数を意識してるということで考えてください。まあ、実際のところは漫画版7巻とスピンオフのメイドキッチンの話をしたいだけなんですけどね。うん。うん、ということで、まあ、ネタバレ入れながらいきます。まあ、根拠は声優さんですかね。まず、漫画版7巻のラストで開示された話なんですが、初太王子だと思ってたユウ様が、まあ、実は女の子でしたと。これは何が言いたいのかというと、まあ、ユウ様だけ、綿推しの本来の攻略対象の中で、まあ、女性声優の日笠陽子さんを使ってたんですよね。まあ、実際日笠さんも中性的な声を出してて、まあ、ちょっとショタっぽい、まあ、男の声には合ってんのかなと思ってたんだけど、まあ、実際は女の子でしたと。だから、まあ、ユウ様のことが好きなミシャが、まあ、同性愛に対してっていう、そこら辺の、まあ、助言を、レイに聞いてたっていう、そういう見方もできるんですよね。うん。まあ、これはまあ原作ネタバレになるんですけど、レイは、まあユウ様の裏設定については、実はそこまで知らなかったっていうか、まあどうもゲームの開発中に没くらったっていう設定っていう感じですね。だから設定資料集にはほのめかしてはいるけど、ユウ様が、まあ実は女の子だったっていうところは、まあ書かれてませんでしたと。まあ正直、性同一性障害に相応するのが、まあユウ様なんですよね。まあ、そこら辺の悩みについても、まあ、触れていくっていうのが、まあ、うまいところじゃないかなと思います。まあ、別に、レイさん的には、三王子については、まあ、推しではなかったにしろ、まあ、特に敵対してるわけでもなかったし、まあ、実際、革命絡みに関しては、まあ、クレア様をバッドエンドから救うっていう意味では、やっぱ頼りになる戦力だから、まあ、そういうつかず離れずした距離感が、まあ、あったからこそ、まあ、ユウ様とミシャも、まあ、結構、まあ、同性愛、の仲間でもあるっていう、そこら辺のところに繋がってくるっていうのが、まあ、うまい構成かなと思います。まあ、レイさん的には、ユウ様の裏設定を知る前から、まあ、ミーシャと、まあ、ユウ様の距離感に関しては、まあ、それなりに応援してるって感じではありましたけどね。まあ、なんだかんだレイネとミーシャは、やっぱ、いい友達だっていうのは、まあ、ありますからね。まあ、アニメの話をすると、分かってないと、日笠陽子さん、まあ、女性声優の方を連れてくるっていう発想には至らなかったと思います。まあ、女性声優にショタ声を出させるっていうのは、まあ、よくある話ですし、まあ、そこら辺問題はないんですけど、まあ、日笠さんを連れてきたっていうのは、まあ、そういうことなんでしょうね。いや、2期やること決まってるような、まあ、キャスティングでいいなと思います。引きこもり吸血鬼の悶々の皇帝陛下も、まあ、日笠さんなんだけど、あの人はあの人で重いからね。困りママに対して。で、漫画版7巻の話に繋がるけど、まあ、リリー様だよね。うん。リリー様は、まあ、2期やんないと出てこれないキャラなんだけど、実は1期にも、ちょっと、出る予定はあるんだよね。いや、ここら辺考えてみると、2クール欲しいよねっていう。いや、まあ、でも、キングレコードさんは、現実主義勇者の王国再建記っていうやつで、まあ、第1部を終わらせるには2クール欲しかった作品に対して、まあ、ちゃんと分割2クール用意してたから、綿推しもそれやってくれると、まあ、信じてますね。うん。まあ、漫画版の売り上げに響く可能性もあるっちゃあるけど、あれは第1部終わらせてこその、まあ、とりあえずのハッピーエンドだからね。うん。あ、漫画版のリリー様はめっちゃ良かったです。まあ、同性愛者の鈴木教シスターなんだけど、まあ、ちょっとレイにちゃんといい感じになってきて、まあ、クレア様と含めて三角関係っぽい感じの、まあ、なんだかんだ仲いい感じの、まあ、距離感ってのはいいかなと思う。ちなみに引きこもり吸血鬼の悶々に例えると、ミリセントさんですからね。まあ、ミリセントと、なんでリリー様が一緒くたに扱われるのかは、まあ、大体わかるはずです。うん、漫画版のネタバレに含むから言わないけど。で、漫画版7巻をね、レイの過去編の話が出てきて、本当にね、良かった。うん。まあ、もともと綿推しって、まあ、結構明るい系の話だと思うんだけど、まあ、結構レイが、まあ、元から同性愛者だったんだけど、まあ、その辺でかなり苦労してるっていうのが出てきて、まあ、そこら辺の、まあ、頼姫のイメージに合ってるような、まあ、結構ドロドロした悲しい過去があるんだよね。うん。いやね、本当にね、アニメでもちょっとぼかされてたけど、本当にね、レイの過去編は、この作品のいいところだと思う。
まあ今はちょっと言及しないので、まだ読んでない人は7巻買ってみてください。まあネタバレ抜きの話をすると、まあレイの両親もかなりレイの、まあそういう悔いや、まあ同性愛者のところに対して、まあ、ちゃんと優しく見てたっていうところもあるし、まあ、なんでレイが元々の両親、まあ、一応母親について大事にしてるのかっていうのを分かるのも本当に、まあ、レイにとって救いの部分でもあるし、クレア様がめっちゃかっこいいんだ。いや、これはレイさんがクレア様に惚れ直すなっていうのもよく分かるから、まあ、こういうところで、まあ、暗いばかりの話にならないっていうのが、まあ、綿推しのいいところだと思います。まあ、そしてスピンオフのメイドキッチンの話ですね。まあ、こちらはまあ日常パートってことで、まあ、ちょっと料理ネタを入れつつ、クレア様のメイドであるレイネちゃんを踏まえつつ、まあ、レイとクレアがイチャイチャしたりしながらあれこれやっていくって日常パートなんだけど、メイドキッチンも作がいいね。うん。まあ、レイネちゃんもまあ色々あるから、まあ、そこら辺でまあ、レイちゃんと、まあ、クレア様と同じ学生服を着るっていうところもあって、まあ、この辺もちょっと切ないところあるし、うん、あと、クレア様が風邪ひく話で、レイがクレア様のおでこにくっつけるのはマジで良かったですね。まあ、なんだとは言わないけど、良いですね、うん。いやね、レイのね、変態ネタね、やっぱいいなと思う。まあ、クレア様も、なんだかんだ最初はセイン様のこと好きだった、まあ、ヘテロセクシャルだったんだけど、まあ、なんだかんだ平民に対してツンデレしてって、まあ、仲良くなっていくっていうのは間違いなく今作のテーマだから、まあ、よかったと思います。まあ、結構困りんぐらいには、あれこれ大変な状況に差し掛かりますからね、うん。革命とか起こりますし。まあ、ということで、メイドキッチンもかなりおすすめですね。まあ、結論としては、綿推し、漫画版2作本当にめちゃくちゃいい出来ですし、アニメも、まあ、とりあえず第1部は本当に終わらせてほしいなと思います。うん。連続2クールはきついのかもしんないけど、2期決定してると信じてます。いや、本当にね、綿推しはね、すごい作品だから、良いですよ、はい。